ジャスパー・チューダー、ベッドフォード公ジャスパー・チューダー、ジャスパー・チュードル、ファーストデュック・オブ・ベドフォード、KG、1431年頃から1495年12月21日、26日は、イングランドの王族、軍人、オーウェン・チューダーと、王太后キャサリン・オブ・バロは、ヘンリー5世の未亡人の次男で、リッチモンド伯、エドマンド・チューダーは、兄、ランカスター朝最後の国王ヘンリー6世は異父系、チューダー朝の開祖ヘンリー7世は甥にあたる。一貫してランカスター派に属して、イングランド西部を拠点にヨーク派と戦い、一時亡命を強いられたが抵抗を続け、1485年のヘンリー7世のイングランド王即位に貢献した立役者である。幼少期は兄ともども国王ヘンリー6世の長親であるサフォーク伯、ウィリアム・ドラポールの姉妹でバーキング女子修道院長キャサリン・ドラポールに引き取られ、成長するとヘンリー6世の異父弟として1452年にペンブルック伯に叙せられた兄もリッチモンド伯に叙爵。不確実ではあるが彼らは合法的な元王妃の子であるため、ヘンリー6世の庇護の下で王族としての特典を享受し、バラ戦争ではヘンリー6世を助けてヨーク派と戦うことになる。1455年の第一次セントオールバンズの戦いにランカスター派として参戦、西部のウェールズを抑え王妃マーガレット・オブ・アンジューと結託してヨーク派と対立した。ジャスパーはマーガレットと連絡を取り続け、1460年のノーサンプトンの戦いで、ヘンリー6世をヨーク派に捕らえられたマーガレットをウェールズにかくまった。彼女はヨーク派に奪われた息子のエドワード王太子の王位継承権を取り戻そうと躍起になっており、マーガレットと同盟することで、デンビ城、デンビーキャッスルを手に入れた。1461年にウェールズで待機して軍勢を集め、アイルランドから駆けつけたウィルトシャー伯、ジェームズ・バトラーの援軍と合流して進軍、マーガレットとの合流を図ったところにヨーク派のマーチ伯ロワード、後のエドワード4世の軍と2月にモーティマーズ・クロスの戦いで衝突して敗北、ジャスパーはウィルトシャー伯と共に落ち延びたが、父はヨーク派に捕らえられ処刑された。敗れても再起を図り、ウェールズで抵抗したが、10月16日にトゥトヒルの戦いに敗れ、スコットランドへ逃亡、亡き兄の子で養育していた甥のリッチモンド伯ヘンリー、後のヘンリー7世を捕虜取られ、保護がウィリアム・ハーバートに移された。ウェールズはハーバートにあらかた制圧され、1462年にスコットランドでもヨーク派に追われ、大陸へ亡命した。フランス王ルイ11世の支援で1468年7月に、ウェールズに戻り再蜂起したが即座に鎮圧されまたも逃亡。8月のハーレフ城陥落でウェールズはヨーク派に平定された上、ペンブルック伯位もハーバートに移されてしまった。1470年にヨーク派が分裂、ウォリック伯、リチャード・ネビルがエドワード4世に背きランカスター派に味方すると、ジャスパーは他の貴族たちと共に9月に艦隊へ乗り込み、イングランドへ上陸。エドワード4世が追放され、ヘンリー6世の福位でランカスター派政権が復活すると失ったペンブルック伯位に再叙爵され、人質だったヘンリーも取り戻した。しかしそれもつかの間、翌1471年のエドワード4世の復権によって、ウォリック伯がバーネットの戦いで、エドワード王太子がデュークスベリーの戦いで敗し、マーガレットも捕虜になりランカスター派が壊滅する中、ジャスパーはまだ10代のヘンリーを連れて、再びフランスへ逃れた。やがてヘンリーと共にブルターニュのバンヌへ移り、亡命から14年後の1485年8月7日にウェールズへ上陸、8月22日のボズワースの戦いでリチャード3世を討ち取り、ヘンリーがヘンリー7世とて即位、チューダー朝が開かれた。ヘンリーがボズワースの戦いで戦闘経験豊かなリチャード3世を破るほどの戦術的知識を得ることができたのはジャスパーのおかげであった。チューダー朝の下でジャスパーはガーター勲章を含むすべての称号を回復され、ベッドフォード公に列せられた。以後はオックスフォード伯ジョン・ドビアー、ダービー伯、トマス・スタンリーらと共に残存勢力の排除に努め、1486年にリチャード3世の側近だったの反乱を平定、1487年のストークフィールドの戦いで王位戦勝者ランバート・シムネルを擁立するリンカーン伯ジョン・ド・ラポールを討ち取った。ヘンリー7世からは厚遇され、アイルランド総督とウェールズの王領の城と荘園の管理を任され、1488年にはカーディフ城、カーディフキャッスルを所有しウェールズの地方統治も委ねられ、ウェールズにおける勢力を拡大した。ただし、代わりに中央政治との関わりを断たれ、ヘンリー7世は中小貴族やジェントリーを主とした官僚を使い政治を動かす体制を整えていった。1495年12月に死去、サマセットのケインシャム修道院、ケインショムアベイに埋葬された。嫡子がなかったため、領土と爵位は王家に没収された。1485年11月7日に、1458年から1509年と結婚した。キャサリンは、初代リバーズ伯リチャード・ウッドビルとジャケッタ・オブ・ラクセンバーグ。ベッドフォード公ジョン・オブ・ランカスーの未亡人の娘であり、エドワード4世妃エリザベス・ウッドビル、第2代リバーズ伯、第3代リバーズ伯の妹であった。また、キャサリンは、第2代バッキンガム公ヘンリー・スタフォード未亡人でもあった。二人の間には1490年頃に死産だった、子がいたと推測されている。キャサリンは、ジャスパーのシゴニノと結婚した。伝えられるところによれば、ジャスパーには二人の私生児がいた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。